岡山県の三大河川の一つ高梁川が奏でる川音が心地よく耳に響く高梁市。かつて備中松山藩のお膝元として栄え、今も歴史の香りを漂わせるこの町で、食欲をそそるスパイシーな香りが人気を集めています。その香りの正体はこちら、備中高梁インディアントマト焼きそば。まずは具材をよく炒めた後に麺をほぐし入れ、具材と合わせます。そして備中高梁インディアントマト焼きそばに欠かせないトマトを投入。ここで味付けですが、これはなんとカレー粉？なんとも言えない香ばしい香りに食欲をそそられます。これで備中高梁インディアントマト焼きそばの完成です。ところでちょっと変わった名前のご当地グルメですが、どういう由来があるのでしょうか？昭和50年代に、高梁地域の小学校の給食のメニューで、カレー味の焼きそばが出てまして、カレー味ということでインディアン焼きそばという名前だったそうです。ではなぜトマトを入れるようになったのでしょうか？岡山県のトマトとして有名な桃太郎トマトというのがあるんですが、高梁市がその産出量が一番ということで、カレーの風味とトマトの酸味が合うんじゃないかというアイデアのもとに、インディアントマト焼きそばということになりました。トマトが苦手な方もこれなら食べれると言って喜んで、食べていただいて、若い方からお年寄りの方まで好評いただいております。市内6店舗の協力店さんで、我々の食塩体の味と合わせて全部で7種類ありますので、食べ比べをされるのも面白いと思います。備中高梁食塩体として、いろんなイベントに出て行って、提供しております。我々のお店を見たらぜひ、カレーの匂いにそそられて寄っていただけましたら、味は自信がありますのでぜひいらしてください。